有安ありとキラカリンの K プランニングラジオ。この番組は毎週金曜日23時より15分間お送りしているラジオです。ということでミニフェス的なことを考えてまして、はい、ミニフェスと今ちょっと前に例えばですけど私が LINE スタンプ作りましたとかいろいろ言ってたじゃないですか。でそういうなんか物を作りましたってなったら結構周りでも自分のやりたいことを結構形にしたいっていう人いてて、でそのジャンルはねいろんなジャンルあるのでちょっとまとまりはないかもしれないんですけど、これを自分はやっていきたい広めたいっていうものをね、はい、その場で1日だけでも集まって紹介したいみたいなイベントをしたい。そうですね。ほうほう、ですっていうかな、歌でも歌うん、いやそんな恐ろしいことはできないんですけどまあまあそういうのもありでもいいと思うんですよ、はいはいはい、歌いたい人聞かしたい人もありだなと思ってるし、はいはいはい、まあなんなら私ちょっとバイオリン頑張ってみるかとか、あ、まあ、なんてやねんって感じだけど今言うて、すごいな。いやいやね、でアリさんのね、はい、絶対私は紹介したいのはそういう今までこう貯めてた絵本とか、そういったのもねやっていきたいなっていうふうに思ってたりするんですけどね。それは人を呼んでですか？そうですね、いや人呼んでやりたいなって、そのいっぱい来るとかそんなことは思ってないですけど、ぜひね作ってる人との交流もしたいなって。確かに、だからそういう企画できたらいいですね。そうですね、そういう企画をね考えてるんで、そういうのにね参加したい方ね、コメント欄とかでね、もうどんなことでもいいと思うんですよ。まずやってみたいっていう気持ちの意思表示をねいただけたらなって、いつもね思うんですけどね。もうしれっと募集してますとかって言いますけど、やっぱり一歩がね出にくいと思う。そうですね、うん、なるほど、はい、そういうバイオリン弾くとかそういうことがなかなかできなさそうなんで、やってみましょうか。いやちょっとうちバイオリンはちょっと楽器系じゃなかった何ができるやろうって感じですね。まあ、なんだろう、それをね一緒に考えれたらなって思うんですよね、うん、そのこういうの作ってるんだけどこういうの教えたいとかいう人が来てくれたら、そういう時間を設けてねやってみたりとか。だからもうちょっとこの K プランニングラジオを人気出て、うんうんうん、私たちに会いたいと思ってくれないと、ね、なかなか難しいですねそうですね、でそこに行き着くまでの、うん、言ったら、ゼロみたいな、うん、ゼロ回目みたいな、ゼロ回目イメージね、1回目っていうのが、はい、そう人気出て やるっていうのがこうカウントとしてあるんであれば、はい、ゼロ回で、はいはい、練習回みたいな形でやれたらなっていう感じですかね、うん、はい、言うてしまえばそんな感じです、はい、もしミニフェスをやることがあれば、はい、ぜひまたお知らせしますので来ていただけたらと思います、はい、カリンの玉手箱。このコーナーはキラカリンさんの経験したことを話していただきます。今回の玉手箱はしたいことなんですかね。したいことなんですかね、なんでしょうどんなんやねんっていう、ね、はい、例えばそうですね、今いろんなこと手つけてるんでねあれなんですけども、一番したいことって、はい、私いっぱいあるんで、はい、私のことじゃないんですよね実はね。何ですか、アリさんなんやろうって。私がしたいこと、うん、聞きたいなと思ってね。それはどの分野においてですか、うん、制作においてなのか私生活なのか仕事なのか。ひっくるめた中での一番ってあります？痩せたい。あ、そういやいや痩せたい、まあ私も痩せたい痩せたい、それ、うん、したいことじゃなくてしなあかんこと文言変わってもた、はい、なんかそういうので今まで、じゃあダイエットっていう風にしましょう。ダイエット、はい、やったことないんだ。やったことないですね。ここまで太ってなかった。羨ましい話で。いやここちょっと今がやばい。今がやばいですか、はい、今体しんどいとかあります？その動くのしんどいとか。なんか変な話なんですけど、うん、体重の数字もまあ上がったかもしれないですけど、それよりも見た目がなんかでかくなりました、うん、だからなんかしんどいところはないですね。重たいとか。あ、絶対吸ってむくんでるってことですよね多分ね。あ、それはあります。今ねどこ触っても痛いです、うん
それやばくない？やばい。やっぱ水分取って流して出して。そうですね。そっからですよ多分。うん。他したいことってなんやろ。うん。なんやろ、したいことはずっと寝ときたい。寝ときたい。なんかあのアラームかけずに気にせず寝たい。ああ、もう爆睡したいってやつね。爆睡したい。知ってませんか。うち寝たら深いんで。あ、みんなの8時間ぐらいの睡眠をうち2時間でできる自信があります。怖っ。すごいなそれ。あの気づかないんですよ帰ってきたら。はい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 。そういうのとか、だから火事逃げれないと思う。うちそれやばいな。だからもうぜひ寝てる間に煙吸ってね、なくなってた方がいいかな。いやあかん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 。今のピーです、ピー。いやてかもしね、いやそんなこと嫌ですけど。あ、まあ、いますよ周りにね。もうすっごい深い眠りで、私ね寝れないんですよそういう意味では。深い眠りじゃないので。なんか20分ぐらいの電車の中で寝るじゃん、うんうんうん、8時間ぐらい寝たぐらいの勢いで。あ、じゃあ泥棒にあっても分かんないってやつね。あ、そうですね、泥棒にあっても分からない、うん、やっぱ。いやいや、でもまあ本当ね、なんだろう、私自身はいろんなことをしたいって思うんで、優先順位つけれないぐらいしたいんで、全部が一番っていつも言うんですけど、他の人ってどうなんだろうって思ってたんですよ。あ、もちろんしたいことはあると思いますよ、うん、こういうなんか今の、まあ、痩せたいとか寝たいとかって、うん、なんか、まあ、誰にでも当てはまることだと思うんですね、うんうん、だからなんかありやすありという活動において、うん、したいことはっていうんだったら、うん、ほんまに自分に財力と時間があれば、うん、あの才能があれば、うん、なんか作品を作ってみたい。それは、うん、なんかたまに作品作らんのとか、うん、あの言っていただけるんですけど、今はちょっともうスタッフが多い、なんせ作品追いつかないんです、ね、作品作りましょうよ。まあね、作ってるんですよ。わかりますよ、わかります、うん、もうあの、うん、この7月にはもう多分新作公開してると思うんですけど、うん、あのなんかこうなんていうんですかね、こうドラマとかそういうのは、うん、ではないんで、あ、作品は作ってるのであれなんですけど、ただお話し物はやりたいですよね、うん、私やっぱ趣味妄想なんで。あるじゃないですか。趣味はないっては言ってない。いやいや、もうあのできる内容というか、まあまあまあ、うん、そうですね。いや、もうそこはもう妄想でいきましょうよ。妄想でそこはやりたいんで。やりましょうやりましょう。あとはあのなんかどんでん返しがないのが、あ、どんでん返しなく日常な感じの話を書きたい。まあ、でもそういうのになるとその終わりが分かんないですけどね、逆に。だからそれが面白いかどうかは置いといて、作ってみたいっていうね。いいと思います。はい、はい、やっ、作りましょう。はい。アリアスのちょっとした話。本日のちょっとした話は花火デートの話しようかなと思います。おお。まあね、あの神戸の花火今年はね8月じゃなくて10月ということで変更になってるのであれなんですけども、私神戸出身なので、うんうん、花火デートといえば今神戸に行ってたんです。神戸のどこ？ハーバーランドです。ハーバーランド、浴衣着て？浴衣着てた時もありますし、でもなんていうんですかね、うん、花火を見る目的じゃない？うんうん、もう十分分かってます。花火デートをしたっていう事実が欲しい。うん、それに相手は、うん、まあ、誰でもいいじゃないけど、まあ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 、まあ、ずっと喋れる相手やったら誰でもいい。まあ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 、まあ、無音じゃなければ。だから花火デートの思い出は。喋、うん、れる相手と歩いたなっていう気分。そのなんだろう、こういて喋って帰るだけっていうことだよね。まあまあ、神戸の話をすると、うん、神戸駅からハーバーランドまで、まあ、普通だったらまあ、15分ぐらいで着く場所にあるんですけど、うん、ちょっとその日は鵜飼とかもね、海へってショッピングモールを通って、うん、はいはいはい、通ったりするんですけどね、まあ、当時うち時は海じゃなかったですけど、阪急百貨店やったかな、おー、通っていくみたいな
まあ、すごい人来ますもんね。だから、うん、あのカップルは付き合って何年目かなとか話してた予想するんか、そういう話をしたりとか。あるあるやね、まあ、だいたい花火デートの前に映画とか見てたら、うんうん、映画の感想を話してるとか、会話が途切れないように、そう、会話が途切れないように。でも無言になることはないです、ね。まあまあまあね、うん、まあ、別に嫌いな人言ってるわけじゃないからね、うん、でも無言で平気な人と行きたいですけどね、まあ、今一瞬行こうかって言いそうになったけど、うん、違う違う違うとか思う。女の子ともありますよ、花火。最近はすごいの、あの就職してからは、うん、あのその日土曜日じゃないですか、花火大会。まあ大体そうですよね、土曜日ですよね。私あの神戸 その花火大会の会場の近くの結婚式場とかでよく撮影するんですけど、大体あの再入場のカーテン上がった時に後ろで花火上がってるみたいな、へえ、いいね。新郎新婦がそういうのをやっぱ狙ってたりするので、大変や。お昼からの人はお開きの時にちょうど花火やったり、うんうん、それさっき言った再入場の時に花火が上がってる、はいはいはい、だから結構そういうのが多いんで、二次会とかで花火、へえ、最近は花火はそのイメージですね、うん、一人でスーツでちらっと歩道橋から見た覚えとかもありますけど、見てみましょう今回一緒に、はい。好きなものなあに、かりんさんが私の好きなものを知りたいということで、うん、じゃ あの今日は、はい、アリスさん解剖学、もう好きなことってなんかいろいろなことを受け入れてるから、いろんなこと好きなんだろうなと思うんだけど、嫌いがないですね、うんうん、好きなもの、例えば食べ物で一番好きなものは、うどん、うどん、おうどんです。太麺細麺、どちらでも好きですけど、うんうんうん、細麺の方がより好き。でも太いの食べますよ、きしめん。好きよね、私太い方が好き。もう香川県に住む、住みたいけどちょっと不便かな、車がないと。あ、運転できるじゃん。若い子なんで。じゃあ次はその洋服の種類あるじゃないですか、はい、お洋服は、うん、どんなのが好き。昔は古着やったんです、うん、今もたまに古着着ますけど、うんうん、ジーニングとか、ジーンズですか、うん、ジーンズは今も着てますね、うんうんうん、好きかどうかはちょっと分かんないですけど、まあ、なんせ、短足なので私が分かれへん、今はもう動きやすい服しか着てないですよ。まあまあまあ、お仕事的にもね、動きやすいのがいいっていうのもあるので、うん、そこにねシフトするのは分かります。ただ今じゃ逆にめっちゃ何でもいいからその着てみって言って、わーって周りにいろんな服があったとしたら、そのいわゆるその短足だなんだっていうのはもう外して、うん、本当にストレートに着てみたいのは、着てみたい服、うん、着てみたい服って難しいですけど、うん、まあ、ジャンルでもいいですよ。ああ、うん、でもやっぱり、うん、ズボンですね。上は着てきたら、うんうん、あのうちはポロシャツが好きなので。あ、そうなんだ、はい、へえ、置きたいですね。じゃあそれのちょっとおしゃれな感じで、はい、今度あのエンタメ企画で探しに行きましょうよ。ああ、ぜひぜひぜひ、うん、ということでね、はい、まあそんな感じで私のことを、まあ、どんどん知っていただけたらなと思いますありがとうございます。はい。Kプランニングとは映像やイラストを中心に活動するグループのことです。作品作りに関わっていただける方を募集中です。コメント欄もしくはフォームからお問い合わせください。お待ちしております。はい、お願いします。続き話すとして、うん、プレゼントで嬉しいのは、うん、あのパスタの上にかけるソース、うん、いきなりプレゼントでしょ。プレゼントでもらったらその箱詰めになってもらったりとかしたら、なんか美味しいのあるじゃないですか、はいはい、ボロネーゼのやつがあるよとか、うん、そういうこと、うん、そういうのが好きです。あとお肉とかもらえたら嬉しい。食べ物系っすか。なんかね、イメージがキャラクターものを集めないんですよ、あ昔。ああ、まあまあまあ、そういうのもありますよね。食にまつわる方がなんかこう自分でも嬉しいみたいな。そうですね。あとは帽子ね、もらえると本当に嬉しい。キャップ？いや、昔はキャップ好きだったんですけど、今はハット。ハット。年いったんで。そこはちょっとよくわからん。今ちょっと太ったせいでハットでなんとかごまかしてますみたいな。ちょっとキャラ付けをしようとしています。あ、でも可愛いと思いますよ。そうですね、カウボーイの格好みたいな。ああ、
テンガーハットみたいな。あ、そうそうそう、なんかファッションショーとかやりたいですよね。確かに確かに、はい、そんな、まあちょっと痩せてからやります。この番組は皆さんの応援によって成り立っております。 YouTube にコメントをしていただくか、概要欄にあるフォームまでお便りをお待ちしております。お相手はリアスアリとヒラカリンでした。